お疲れ様でーす。第2部スタートさせてもらいたいと思います。明けましておめでとうございます。さっき師匠との会話で結構聞き取れないことが多かったんで、イヤホンつけました。さあ、それでは第2部の、ゲストと会話したいと思います。よいしょ。さあ、みんなまだ、会えてない人が多くて。すーくん、すーくん、明けましておめでとうございます。2021年、明けましておめでとうございます。すーくん、元気っすか？いやー、めっちゃ元気っすよ。癒される。寝てた？いや、こう寝たり起きたりを繰り返してて。なるほど、なるほど、なるほど。いやー、すーくん、お久しぶりです。お久しぶり。戻ってまいりました。いやー、本当に最高のニュースでしたね、ゴーくんが戻ってきた時の。いやいや、ありがとうございます。ラップは。いや、俺もでもね、すーくんのチューズデーとか聞かせてもらいましたよ。おー、マジで？ありがとう。うん、いや、本当、お世辞抜きにクソかっこよかった。ああ、どうぞ。なんか本当、あれっすよね。スー君って昔から音はめんのうまいよね。そうかな。あんまり気にしたことないけど。いや、そう、気にしてないと思うんですけど。俺も何曲か、それこそスー君の、アルバムだったりとか、特典で、内科の特典か。内科の特典で、スー君とは一緒に楽曲制作やらせてもらってるんですけど。過去2曲ぐらいや、実はやってる。はい。やらせてもらってるっすね。いや、あの時とかもなんか、とか、あとフリースタイルとかの時も、音を外さないなってイメージがあって、チューズデーはすげえ渋くてグッときたっすね。でも、その後に、寿司の二個食い。あれ見て、すげえ爆笑しちゃって、あの寿司屋の人もなんか気づかれてないと思ってたんだけど、とうとうなんか気づいたみたいで、あの人ラッパーの人なんだみたいな。いや、あれしかも結構昔からやってるよね。実は昔からやってて。いや、俺を逆に昔からやってんのを知ってて、逆に戻ってきて今もやってたことに受けちゃって。いや、この納豆巻きが美味しいのよ、ほんとに。いやー、ぶれねえなーと思って。いやー、ほんとに、さすがですよ。いやー、まだ上野のセンタービルのところ。あ、そうなんですよ。一応、そうそうそう。一応、3月、4月ぐらいまで、あ、じゃあ違えな。ちょっと今、嘘つきました。多分2月ぐらいまでは、多分、アメ横でやらせてもらって、その後は、移転期間、多分3月春ぐらいにっていうふうに自分も話聞いてて、うん、はい、そしたらバーを併設した CD ショップに、そうなんですよ。パワーアップするんで、そう、ぜひ、自分もバー館立たせてもらうんで、あ、そうなんだ。うん。東京来る？相変わらず、忙しく。動いてるっすか？いや、もう全く東京行かない。あ、そうなんだ。今年ほんと、本当に全然行かない。なるほど。じゃあもう、春日部で。去年か。うん、そう。なるほど。制作とかはどうですか？制作もね、もうあと、録音するだけだけど、その、スタジオにまだ全然行ってないんで。うん。そうそう、スタジオは東京で都内で撮ってて、いつも。そこにね、まだ行けてないっていうか、そんな感じなんだよね。なるほど。いらっしゃいませー。なるほど。あ、お客さんも来てるんだね。そう。ちょっとチェンジしてもらってもいいですか？すいません。お客さんがいらっしゃったっす。そうなんですよ。なるほど。え、スタジオはタイムレスのじゃなくて、本レッチャー、うん。そう、本レックしてるところが。ホレックの時はまた違うところで撮ってるんですね。そう、あそこ、阿佐ヶ谷で撮ってて。阿佐ヶ谷ってあれ、トーマくんところ？
あ、トーマくんのところで撮って。おー、なるほど、なるほど。そうなんですね。いや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 、ちょっと新曲楽しみですね。いつぐらい予定ですか、アルバムは。まあ、録音いつからしようかなっていうぐらいな感じなんで。はい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 。録音でき次第すぐ。うん、完成まではそんなかかんないかなと思うんだけど。おー。うん。なんか俺、スー君とも前話したときに、なんかこう、いつもそうだけど、レックは結構早い感じですか？一回作ったもの。あ、早いと思う。パッと。すごい早いと思う。なるほど。うん、じゃあもう、がっつり、作ってって、作り込んでって、もう、本番ではもうバシッと一発で決めるみたいな感じで。あ、そういう勢いだね。なんか一緒にスー君とスタジオ入らせてもらった時とかもやっぱすげえ、レック早いもんね。早い早い。あんまいい悪いがよく自分でも分かってなくて、ずっと。うん。あ、本当に？そうそうそう、一回撮って、こう二回目やって変わるかなって思っちゃう。なんか。はい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 。うん、なんかコメントでカスカベーションしてくださいって来てますけど。ああ、確かにしたいですね。カスカベーションっていう、カスカベでイベント始めてて。はい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 。そう、TK とかと。TK は元気してますか？合ってる？ TK 合ってないね、全然。お互いに忙しいもんね。そうそう。TK は忙しいんじゃないかな。俺は結構ね、暇なんだけどね。なるほど、なるほど。うん。なんか、すごい、やっぱ、TK、律儀に電話くれて、なんか一回すれ違っちゃったんですよ、キャッスル来てくれたのに。そうそうそう。で、あえてはないんだけど、電話では、話してて。って感じです。TK を、最後あったのいつだろうな。全然覚えてないな。DK あったの覚えてないの最後。じゃ、結構合ってないね。合ってない。そっかそっかそっか。TK もね、いいアルバム出してたじゃないですか。それこそ、ムロさんとかね。すごいよ、ね。ジブさん、すごい。あれはちょっとなんかこう、B-Boy 心をくすぐられる楽曲だったし、うん、それは思わず言っちゃったね、なんか。ああ、確かに。そう。いやー、ちょっと2枚看板で、カスカベ、これからも本当盛り上げていってください。ありがとうございます。頑張りました。うん、なんか、スー君、あれですか、告知的なことだったりとかあったりします？告知、はい。一応、元気に生きてますっていうことで。KOK 出ますね。そうそう。KOK 出る。そうだ。確かに確かに。KOK。うん。なんかさっき、カン君と話した時も、うん、自分も出るじゃん、今年。ああ。そう、だから、その話、ちょっと聞こうと思って、KOK どうなんですかって言ったら、特になしって、一周されてしまった。ああ、いや、それはそうだなと思って。いや、逆に気合入ってるタイプじゃない、それは。そうなんだよね。やる気だなと思って。確かに。いや、そう、推薦枠だよね、スー君は、今年。そう。久々っすよね、バトル自体。そんなことないの？多分ね、一人の、うん。こう、なんかチーム戦みたいなの、パンチアンフェスで3-on-3って出たことあるんだけど。はい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 。多分俺一人でソロでトーナメント出るのは多分、バトーが最後だと思うんだよ。2018年の。か。多分そう、そのバトー以来かなっていう。ああ、じゃあだいぶ久しぶりの。そうだ、だいぶ久しぶり。その説は本当ありがとうございます。ごちゃごちゃ、そのままどんどん。そっか。ああ、じゃあちょっと楽しみだね。久々のカムバックというか。自分もこの前、久々にやってきたんですよ。うん、ああ、戦国？そう。うん。でもやっぱ、久々にやっぱやらせてもらって、やっぱ全然ダメだったんだけど、やっぱ面白いなとは思って。ああ、本当に。はい。ちょっとまたやろうって思ってます。ああ、俺、はい、そのフリースタイルできるかなっていう、もうそんな不安から今。いや、スークならいけるっすよ。ああ、まあ、うん、うん。それなりに。俺は、はい。なるほど、なるほど。いや、楽しみしてるんで。頑張ってください。うん。頑張ります。はい。じゃあ、ちょっと音源に、バトルに、イベントに、いろいろと忙しいですけど、体に気をつけて、お互い、我々、同い年なんで。確かに。はい。ちょっともう、
アラフォーの壁がちょっと見えてきましたけど、まだまだ。だいぶ見えてきたよね、うん。はい。まだまだ動けるってところを見せましょう。確かに。はい。そんな感じで、ちょっと、すぐ2021年も噛んじゃった。2021年もよろしくお願いします。お願いします、お願いします。はい。またちょっと一緒に楽曲作りましょう。そうだね、作りましょう、本当に。ちょっとアルバムも楽しみにしてるんで、情報分かったら教えてください。あ、了解です。はい、すいません。じゃあちょっとそんな感じで忙しい中ありがとうございました。あ、いやいや、あの、全然忙しくないです。大丈夫です。本当に。ありがとうございます。うん、こちらこそ。また、あの、バーの方だったりとか、あの、そういう新情報あったらまた連絡させてもらうんで。あ、そうだね。あの、遊び行きますよ。はい、ぜひぜひまた一緒に飲み行きましょう。行きましょう、行きましょう。これ、ちなみになんですけど、うん、俺と今、スー君話してるじゃん。うん。これはこうなんか、タイムラグみたいのはあるんですか俺とスー君。え？こう、お互いに話してて、これタイムラグみたいのはあるの？俺の方にはタイムラグないけど。あ、オッケーです、オッケーです、了解です。あ、いや、すいません、わけわかんないこと聞いて。いや、一瞬こう、ちょっと間を置いてからスー君が言ってたから、こう話してるあれもちょっとタイムラグあるのかなって一瞬思っちゃって。すいません、あの、アナログなもんで。そう、俺年でね、そのなんか質問に対して考えて言葉が出るまで、ね、少し時間が、そのタイムラグだね。いや、あったかいっす。いや、いつもありがとうございます。じゃあ、はい。じゃあそんな感じでちょっとありがとうございました。え、これで TK とやんの？あ、うんとね、いや、もう一人、まさかのネタバレだったんですけど、TK じゃなかったんでよかった。ああ、よかった、よかった。あの、三部作で、はい、あの、今日は三人と、インスタライブやらせてもらおうかなと思って、あ、はい。あの、第二部のゲストは、ほんと、春日部の顔役、スー君でした。ああ、ありがとうございます。はい、ほんと、忙しい中、ありがとうございます。全然、全然。はい。またちょっと、今年もよろしくお願いしますね。今年もお願いします。はい。じゃあちょっとまた連絡入れます。あ、待ってます。はい。じゃあまたスー君、今年もよろしくです。ありがとう。今年もよろしくお願いします。はーい、すいません。どうぞ。また連絡します。どうぞ。よいしょ。これでいいのかな？はい。ということで、第2部の、ゲストは、スー君でした。次は、7時に、もう一人最後のゲストと、インスタライブ、やりたいと思いますんで、よかったら見てください。それでは、またよろしくお願いします。ありがとうございます。